からの髪ひわい浦島太郎昔昔、あるところに浦島太郎という漁師が住んでいました。 太郎は毎日釣竿を担いでは海へ行き、タイやカツオなどの魚を釣って、その魚を売ったお金で父親と母親の面倒を見ていました。ある日、太郎がいつもの通り海で一日魚を釣り、夕方になったので家に向かっていると、何やら浜辺で、 子供が五六人集まって騒いでいます。よーく見てみると、小さい子ガメを一匹捕まえて、棒でつついたり、小石で叩いたりしていじめているのです。太郎は駆け寄って、なんてことしているんだ早くやめないかと止めましたが、子供たちは耳も貸さず、 子亀をいじめていました。太郎は、仕方ない。このお金をあげるから、その子亀を売っておくれ。というと、子供たちは太郎からお金をもらい、すぐにどこかへ行ってしまいました。太郎は子亀の首を優しくなでながら、かわいそうに。 さあ、もう大丈夫だから、海にお帰り、と言って、波打ち際まで持って行き、そっと離してあげました。小亀は嬉しそうに首や手足を動かし、しばらくすると水の中に入っていきました。それから二三日たったある日、太郎は、 また船に乗って海へ釣りに出かけました。遠い沖まで出ていると、太郎さん、太郎さん、と呼ぶ声がしました。空耳かと思って振り返ると、一匹の亀が船のそばにいました。その亀は、この前は 私の子供を助けていただき、ありがとうございました。今日はそのお礼に、竜宮城までご招待いたします。と言い、背中を出しました。太郎は少し不安になりましたが、亀の背中に乗ってみることにしました。太郎を乗せた母亀は、 海の中へ潜り美しく輝くそこへ沈んでいきましたしばらく行くと立派な赤い門が見えてきましたその奥には素晴らしく豪華なお城が建っています母亀は太郎を背中から下ろし太郎さん こちらです。というと、二人はお城の中へ入っていきました。珊瑚の柱、目のウの天井、そして廊下は瑠璃が敷き詰められており、色とりどりの宝石でできている竜宮城の中を進んでいきます。太郎のことを多くの魚たちが、 珍しそうに見ている中、太郎は連れられて、乙姫様のいる水晶の壁の大広間へと通されました。楽しい音楽も聞こえています。乙姫様は、浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は亀の命をお助けくださいまして、 ありがとうございますどうぞゆっくりお過ごしくださいませ」というと丁寧にお辞儀をしましたやがて大小いろいろな魚が珍しいご馳走をたくさん運んできてにぎやかな宴が始まりましたきれいな侍女たちが歌を歌い 踊りを踊ったりしました。太郎はすっかり竜宮城の美しい世界に吸い込まれました。宴の後、乙姫様は、それでは四季の景色をお見せしましょう。と言って、まず東の扉を開けました。そこは春の景色で、 桜の花がまるで美しい絵のように咲き乱れていました。驚く太郎を次に南の扉、西の扉と案内して夏と秋の美しい景色も堪能しました。最後に北の扉を開くとそこは一面 雪景色。しんしんと降り積もる雪を見ていると、次第に太郎はぼーっとしてきて、お酒に酔った人のようになり、何もかも忘れてしまいました。毎日珍しいものを見て、面白い竜宮の世界を楽しんでいるうちに、気づけば、 三年の月日が経っていました。三回目の春を迎えたとき、太郎はふるさとの夢を見るようになりました。そして、お父さんやお母さんは今頃どうしているだろう、と、こう思い出すと、いても立ってもいられなくなるような気がしました。 うちへ帰りたいとばかり思うようになると、どんなに綺麗な歌を聴いても、踊りを見ても、気分は乗らず、太郎の顔から笑顔が消えていくようになりました。そうして乙姫様に、実は、父母のいるふるさとが恋しくなってきました。そろそろ、 帰りたいと思います。というと、乙姫様は大層残念があり、奥からきれいな宝石が飾られた箱を出してきました。これは玉手箱といって、中には大事な宝物が入っています。どうぞお持ち帰りくださいませ。もし、もう一度、 ここへ帰ってきたいと思うのでしたら、どんなことがあっても、決してこの箱を開けてはいけません。と念を押して玉手箱を太郎に渡しました。太郎はその玉手箱を抱えたまま、竜宮城の門へ行くと、霊の母亀が待っていました。太郎は、 嬉しい気持ちと悲しい気持ちとで胸がいっぱいになっていました。そして母亀の背中に乗ると、亀は波を切って上がっていき、見送る乙姫様や次女たちの姿はぐんぐんと小さくなり、あっという間に元来た浜辺に到着しました。 それでは、太郎さん、ここで失礼いたします。というと、また母ガメは海の中に潜っていきました。太郎は母ガメを見送ると、しばらくそのままそこに立ち尽くしていました。しばらくして、我に帰り、 辺りの様子を見てみると、風景がなんとなく変わっていて、出会う人たちも見知らぬ顔ばかり。おかしいなあたった三年の間にこんなに変わってしまうはずがない。早く家へ行ってみよう。と、独り言を言いながら、太郎は自分の家の方へと足早に向かいました。 ところが、自分の家のあるあたりには、草や足がぼうぼうと茂っており、昔家の建っていたらしい跡さえも残ってはいませんでした。一体お父さんやお母さんはどこへ行ってしまったのかと、太郎はしばらくあたりを見回していました。するとそこへ、よぼよぼのおばあさんが一人、 杖をつきながらやってきました。太郎は、あ,あの、すみません。浦島太郎のうちはどこでしょうかと声をかけますと、おばあさんは首をかしげながら、浦島太郎ああそういえば、浦島太郎さんというと、 もう三百年も前の人のことなら聞いたことがありますよ。浦島太郎という人がいて、ある日船に乗り、釣りに出たまま帰って来なかったと、竜宮城にでも行ってしまったという伝説が残っています。こう言うと、歩いて行ってしまいました。 太郎は驚きのあまり声が出ませんでした。竜宮城にいた三年が自分の世界では三百年も経っていたのです。起きていることが信じられず、ふらふらと浜辺に戻った太郎は、あ、そうだ。この溜まって箱を開けてみたら元に戻るかもしれない。 と、乙姫様との約束を忘れ、箱を開けてしまいました。すると、紫色がかった雲が中から立ち上り、それが自分にかかったかと思うと、あっという間に太郎の背中は丸くなり、自分の手も足もしわしわになっているのに気づきました。 海の方へヨタヨタ歩くと、水面に映る自分を見てびっくり。そこには白い髪の毛のヨボヨボのおじいさんが映っていました。太郎はつい先ほどまでいた竜宮城のことを思い出し、また自分の両親のことを恋しく思い出しながら、浜辺に